Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、海外留学中にすべきことトップ3と題してあなたに、お話をしたいというふうに思います。特にこの動画はですね、現在海外留学中の方だったりとか、来年2022年以降にですね、留学を控えている方、語学学校だったり、大学院、大学だったりに留学をする予定の方にぜひご覧いただきたいなというふうに思っています。この動画をご覧いただくことでですね、あなたが何を目的に留学をして、特にその留学中にすべきこと、そしてその理由を知ることができてですね、それを実際にしてあなた自身のその目標達成だったりとか、ゴールの達成に役立てていただくことができるようになりますので、ぜひですね、この動画を最後までご覧いただけると嬉しいです。僕自身ですね、ちょっと簡単に自己紹介をさせていただくと、他の動画でも説明しているんですけれども、これまで留学を何回かしました。帰国子女ではありません。で、子供の時にこう留学していて英語ができるってわけでは全然なくてですね、大人になって本当に純ジャパという形で英語を勉強ずっとしていました。で、19歳の頃にですね、カナダに1ヶ月ぐらい語学留学をして、で、その後大学を卒業して仕事をして、で、その仕事を辞めてですね、海外大学院に行きました。一つ目はイギリスの大学院で、ウォーリック大学というところで、そちらで国際関係学を学びました。で、そちらで修士号を取ってですね、卒業して仕事を2年間ほどして、その後にまた今度はカリフォルニアの大学院に、こちらは3年と3ヶ月ぐらい、行っていたんですけれども、こちらも修士課程でですね、進学という学びをしておりました。はい、で、今回はですね、その、留学っていうそのものだけを含めても、大体、4年5年とかぐらいの期間なんですけれども、それぐらいのその期間留学をしていた経験を踏まえてですね、そしてまた海外で働いていた経験もありますので、そういうことも含めながらですね、あなたに留学中にすべきトップ3、これをお伝えできればなというふうに思っています。それでは結論なんですけれども、まず一つ目ですね、はい、一つ目すること、これは英語を勉強するですね、はい、一番目 大切なのは英語を勉強すること。これは、語学留学でもそうだし、大学留学、大学院留学、あるいはその交換留学とかでもですね、高校の交換留学だったりとか、大学同士のその交換留学プログラムっていうのがあるので、そのいずれにしてもですね、英語はマストなんですね、はい。特にその英語を勉強することが目的である語学留学の場合はまさにそうですし、英語を勉強するんじゃなくて、英語で専門的な知識を学ぶ大学院とか修士課程、博士課程の場合は特にですね、それが必要 最低限のレベルの一つでしかないので、そこをまずマスターした後に、並行しつつですね、専門的知識を身につけていって、スキルや知識を身につけて論文を書いたりとか、討論をしたりとか、プレゼンをしたりとかするようになるので、まず英語力はこれ必須なんですよね、はい。で、僕の場合はですね、5週間のカナダの留学が19歳の頃にしたって先ほどお伝えしたんですけど、その頃はですね、本当に死に物狂いで英語を勉強してました。どれぐらい勉強したかっていうと、寝る間も惜しんで勉強してたわけではないんですけど、意識的にですね、考え方との一つとして、真似する必要は全然ないんですけど、取り入れるたい部分があれば、ぜひ取り入れていただければすごくいいなと思うんですけど、僕の場合はその日本人とつるむというかですね、過ごす時間ももちろん大切だったので、それは入れたんですが、日本人といる時でさえも英語で話すようにしました。はい、全てを英語化する、はい、話、日常、プライベートで会う時、遊ぶ時、カラオケ行く時とか、もう旅行する時とかも全てを英語にするんですよ、はい。それはもう自分に言い聞かせる、自分自身に自分でそのコミットするわけですよね。するとですね、面白いことにその日本人が、もうなんかなあなあでこう日本語で喋ろうっていう思っているような相手であっても、こう英語で話しかけてくれたりとかするんですよね。で、すごく面白くて、でそういうことをこう実践していてですね、英語を本当に勉強しました、はい。で、大学院に入ってからはですね、2つ大学院に行ったんですけれども、英語の勉強は本当に、特に1つ目の大学院の時はですね、もうレベルの差が、自分の差が全然足りないってことに気づいて、もう本当に勉強しましたね。百科事典とか電子辞書を駆使してですね、いろんな単語を調べたりとか、論文書いたりとか、はい、リサーチしたりとか、読んだり書いたりそんな毎日でしたね。なので英語を勉強するってことがまず留学中にすべき一つのことです、はい。これぜひですね、実践していただければすごく、あなた自身のその今後の英語力の向上、ひいてはその人生の質の向上につながると思うので、ぜひ実践してください。
そして2つ目ですね、はい、これは1つ目の英語よりももっと重要なんですけど、これはですね、友達を作るんですね、もっとちょっと難しい言い方をすれば関係性を構築すること、これを目指してほしいんですね、はい、留学中にあなたがすべきことのトップ2、これは2番目、これはあなたの周りの出会う例えば友達だったり同級生、先輩も含め後輩も含めですね、まあ、海外 の文化に行くと特にその欧米文化では上下とかあんま関係ないんですよ。日本的なその先輩後輩って関係ではなくて本当にこう対等な関係なんで、そういう関係をどん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 築いていく、そして、その横のつながりだけじゃなくて例えばメンターだったりとかあるいはスーパーバイザーとか、そういったその指導者的な人ですよね、まあ、リーダー的な存在、先生とかですね、教授とか、まあ、そういう人との関係も大切にするっていうこと、はい、その本当に今後なんでこれを僕が言うかというとですね、あなたのその今後にとってですね財産になるからなんですよね。かけがえのないあなたの宝物になるんですよ、まあ、それは日本だけの文脈であっても海外の今のお話のような文脈であっても同じなんですけど、友達って宝なんですよね、はい、なのでぜひそういう、意識的にですね関係性を構築していく、ただ知り合って話して終わりじゃなくて、どういう人なのかなとか、どういう国から来てどういうその特性があって、何が好き何が嫌いで、どういうことに関心がある人で、どういう文化的背景で、なんでこういう考え方をして、なんでこういう話し方をするのかなとか、何にこの人が興味があって何が好きなのかなとか、そういうことをこう模索しながら例えば共通点を見つけたりとかです、同じスポーツだったり趣味だったりとかですね、まあゲームでもいいですし、一緒にスポーツでもいいと思います、まあ、そういうことをこう見つけてですね、食べ物でもいいです、まあ、そういうことをこう見つけてって、どん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 人生をシェアしていく、そうやってこう共に共同体としてですね楽しんでいく、勉強だけじゃなくて同じ食べ物を食べてですね日本食紹介したりとか、あるいはその相手の例えばスリランカ人ならスリランカのその国の食事を紹介してもらって一緒にこう食べたりとかですね、まあ、そういう関係性をこう築いていくことによってあなたの人生が本当にリッチになっていくと思うんですよね。で僕自身も、本当にカナダで知り合った同級生、同じクラスの子たちとは今でもつながってますし、日本人も含めてですね、そして、大学院、カナダも実は大学院行ってたんですけど、その最初 そのイギリスだったりとか、2つ目 そのアメリカだったりとか、その友達とは本当に今もつながっていて、特にそのイギリスの場合は台湾人 の友達が本当に多くできてですね、30人40人ぐらい出てきたのかな、イギリスだけで1年間でですね、でアメリカでは本当に3年以上という長いスパンで勉強をしていたので、たくさん日本人も含めてアメリカ人もそうだし、白人黒人もヒスパニックの人も本当に多くの友達ができてですね、本当に人生をこう共にする、生きる共同体の一人だっていうような認識で僕は捉えていて、すごく僕の人生の大事な部分の一つになってるんですよね。なのでこの2つ目の友達を作る難しく言えば、関係性を構築する Build up your relationship with your friends and not only friends but also your mentors potentially and your teachers、 メンターとか先生とか教授とかとのその関係も深めていく、はい、これをぜひですね覚えていただければなって思います。ちょっと補足なんですけど、そのメンター僕は一人いてですね、これはアメリカで出会ったメンターなんですけど、まあ、仕事で出会ったメンターが一人、そしてまた学校で出会ったメンターが一人なんですけど、本当に今でも僕が師匠というように崇めているような尊敬しているような人でですね、学ぶところが本当にたくさんあって、本当に大先輩だなって、人生においてもその仕事においても学びにおいてもですね思う人がいるので、やっぱりそういう人がいることによってですね目指すべきところが見えてきたりとか、こう確固としてこう一歩一歩踏み出したりすることができると思うので、本当大事だと思うんですよね。なんで友達とかですねメンターとかそういうものをぜひ構築、そういう人たちのその関係をですね、築き上げていくことをぜひやっていただければなと思います。そして3つ目ですね、はい、1つ目勉強、まあ、英語ですね、英語を勉強するよ、2つ目、関係性を構築するよ、そして3つ目ですね、ここまで聞くと結構すごく堅苦しくてですね疲れてしまう感じを受ける方もいるかもしれないと思うんですけど、3つ目はですね実は遊びなんですよね。じゃあどんな遊びかっていうと旅行してほしいんですね、はい、3つ目は旅行する travel、はい、travel around the world 世界中をですね旅行してほしいんですよ。これなんでかっていうと世界が広がるんですよね。 because it is, it's gonna expand your worldview your worldview そのworldview 世界観ですよね。あなたが思っている例えばなんで世界はこういうふうにできてるのとか、なんで生があって死があるのとか、
まあ、死生観とかも死生学とかも言われますけど、そのあなたが見えないレンズがあるんですよね。みんな見えないレンズをかけていて、そのレンズを通して、まあ、倫理観のレンズだったり道徳観のレンズだったりとか、そういうものをこうみんなかけてるんですよ。それによって、人って、まあ、世界の価値観だったり自分にとって何が大事か何が大事じゃないかとか、そういうことをこう決めてる。それがワールドビュー、世界観っていうんですけど、その世界観がですね広がるんですよ、旅行することによって、やっぱりただその地図とか、まあ、Google マップとか今ありますけど、 Google Earth とか、まあ、そういうのこう見るのも楽しいんですけど、それ以上にやっぱり生 の、 その実際に自分が歩いてその土地 に足を踏み入れて、その人たち、その土地の人と話をして、実際にその息を吸ってですね、その建物を見て匂いを嗅いで、その広大な自然の匂いを嗅いだりとか、その歴史的なそのアーティファクトを見たりとか、いろんなその体験を自分の足でしていくことによって、目で見て耳で聞いて鼻で匂いを嗅いでですね、そうやって自分のあなた自身 その五感を働かせて感じて、実際にその当事者として感じてみることによって絶対得られる経験ってあるんですよ。そうすることによってあなたの世界観って変わってくるんですよ。それはその一つ目の関係性、まあ、二つ目の関係性を構築するとか、友達を通してだったりとか、英語を勉強してだったりとかで得られる部分も多大にもちろんあるんですけど、旅行することでもやっぱりその遊びっていうその中でも、見えてくるもの、感じてくるものってすごく大きいんですよ。なので僕が本当にお勧めするものは旅行ですね、はい、あなたの世界観を広げるために、とても有用な活動だからです。僕自身の例で言うとですね、カナダにいるときは僕はバンフに行ってですね、バンクーバーに留学したんですけど、レイクルイーズ湖に行って、本当にその広大な自然の中でこうちっちゃいリスがいてですね、すごい可愛くて、でその湖も本当に綺麗でですね、その自然の広大さに驚いたっていうのがまず一つと、あとはそのイギリス行ってるときにですね、僕はグッドオイルハンティングがすごい好きで、映画ご存知かと思うんですけど、僕も他の動画でですね、プロの翻訳家がおすすめする動画3選とかって動画出してるんで、興味ある方はぜひ見ていただきたいと思うんですけど、そのうちの一つにですねグッドオイルハンティング出してるんですよ。そのグッドオイルハンティングの中にシスティーナ礼拝堂、システンチャーポっていうのが、そのロビン・ウィリアムズが扮するアクターが要は出てるわけですよね。でそのシスティーナ礼拝堂行ってみたいなと思って行ったんですよね。本当にすごくて、その友達たちと行ったんですけど、本当に歴史を感じたし、あ、このことを映画の中で言ってたんだなっていうことで、本当にその理解がもう20にも30にも深まったし、より自分のものにこうできたっていう感じが与えられたんですよね。そういったことだったりとか、それは本当に一つの例でしかないんですけど、本当にその頭で知っているものが、そのだけの知識じゃなくて心に落とし込むことができる、 internalize your thoughts into your heart っていう感じですかね。それをこう得ることが旅行するとできるんで、ぜひですね、この旅行ぜひ、実践していただけるとすごくいいなというふうに思います。はい、今日はですね、あなたに、留学中にすべきことトップ3についてお伝えをさせていただきました。まず1つ目、これは英語を絶対勉強しましょうそして2つ目は友達を作りましょう。これは、関係性を構築していく、そして横だけじゃなくて上だったり斜めかもしれないですね、メンターとかリーダーとか、そういった人たちとのこのつながりを大事にするってこと、はい、そして最後、これは3つ目は留学中に旅行をぜひしてほしいなってことなんですね、はい、ぜひこの動画参考になったとかですね、自分やってみようとか、まさに自分あなた自身が今もやっていてすごくもう楽しんでいるとか、そういうコメントがあったらぜひ寄せていただきたいですし、この動画参考になったと感じていただけたらですね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。僕のチャンネルでは普段はですね、英語力を伸ばしたい方や自己成長をしたい方に向けて動画を発信をしています。僕の動画をご覧いただくことで、あなたの英語力が伸びるだけじゃなくて、あなたが将来海外で活躍をするために必要な英語力を得ることができたり、マインドセットを得ることができたり、あるいは、自己認識力を深めることができたり、しますので、ぜひですね、よろしければチャンネル登録、そしてまた高評価をよろしくお願いします。今日もご覧いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you, your family, and your friends. Bye bye.